そのタイトルで一番リスクのある勝負ですね。が獣道。決まってしまうのか、このまま行ってしまうか、東軍。神の一撃が決まっていった。アネミア太陽。2年で神になった男っていう、あの公式の政治的な称号もらったんで、いやまあ、快感っすね。まあ、テトリス界だったらもちろん、知名度と実力、ね、一番トップだったのは自分だと思う。やっぱり、テトリスが広まってほしいのが第一。で、キモノキさん見てる人の中で、自分のことしない人たくさんいると思うんで、まあそこで知ってもらえたら嬉しいなっていう。テトリスは、もともと自分が昔、一人用でかなりやってたっていうのもあって、まあ、結構興味のあるタイトルで。で、テトリスの対戦みたいなっていうのはあったんだけど、自分の知識だと、雨宮太陽が、まあ、一強すぎて、獣道にならんっていう認識だったから、獣道のタイトルにはできなかったんだけど、ところがその、俺が配信してる時に、梅ちゃんって、戦えるやついるらしいよっていう情報が来て、マジで。主にその連戦して、うん、そういう人同士で連戦して当たりにもその負け越さないってところで、うん、その無敗記録の時が結構あったんですよ。その2年半無敗とかで、その破れちゃったんで。それはそうか、そのテトピオ界隈だともう大見があったんです。そうですね、その時はアミヤやるのかみたいな感じの大事な試合は。その時はショックだった。あ、まあショックでしたね。だから記録的には2年と8ヶ月間でしたね。連戦無敗記録はついにここで破られてしまいました。いやー、負けたかもしれない。雨宮一強じゃねえのかよ。今違うらしい。え、ってことはじゃあ獣道やれるじゃん。雨宮対カズ。18歳の高校3年生です。直接会ったことはないですけど、ネット対戦で当時トップ争ってて、レートので、それで、まあ、死闘を繰り広げて知ったみたいな感じですかね。リスペクトしてますね。多分僕は雨宮さんがいなかったらプロテト自体こんなにやり込んでないので、ただの遊び程度にしかやってないと思います。僕がちょっと無名時代にやってた時に目つけられて、こんなに強い人に目つけられてるんだったら頑張ろうかなっていう慣れたんで、この時代はもうずっと負けてたんですけど、まあ、それで目標ができて頑張れたなっていう、対戦できるんで嬉しいですね。全然しないですね。全くしないです。本当にこれでやってないんだろう。雨宮さんはまあ神って言われてるんで、僕と戦うの嫌だろうなっていうのが自分でもあって結構遠慮してたんですけど、なんか言われちゃうんで、負けたらいろいろかわいそうだなっていうのはあったんで、うん、あんまり対戦はしないようにはしてました。勝ったり負けたんですよ、言うて。そう、多分強気にいってるんじゃないかなっていうだけだと思うけど。いや、もう僕の方が強いですよ。絶対勝てます。自信はありますね。もう、まあでもオンラインと多分オフラインの差を分かってないんじゃないかなっていう。うん、カズ君はちょっと別途だと俺は個人的に思ってる。オンラインとオフライン、大会とか全部オフラインなんで、基本的にオフラインで勝てて強化されるみたいな。なんなら多分テトリス界で一番大会出てると思うんですね、うん、オフラインのやっぱ違いを、ね、見せていきたいですね。そこはやっぱり一番甘くないですね。これに勝つためだけですね。もうそのためだけにめちゃめちゃ頑張りました。アフィニアさんってね、最近ちょっと浮かれてるんですよ、正直。なんていうか、もう明確な格下とばっかりやってるような気がするんですよ。僕のプレイヤー視点から見たらそう見える。なんで、ここで一回叩き潰しといて、また勝負の世界に戻ってきてほしいなっていうのがあって、また負けを恐れずに挑み続けるアメミア太陽が見たいっていうのが、この時代が好きだったんで、ここに戻ってきてほしいなっていう。とりあえず熱い試合はできると思う。確実に。
本番当日はまあ神がボコボコにされる姿が見れると思います。